has returned to Kanazawa, and it is the season for harvesting. While the mountains are painted red and yellow, in the town, farmers start to harvest. Here in the Utsugi district, growers are beginning the harvest of the Gensuke daikon, one of the Kaga vegetables. After the long growing season, the time of harvest is one of great joy. Much like those vegetables, also research and traditional crafts involve working diligently at one task for a long period of time. From 1989, Professor Ogushi has been researching the animals of the Honmaru area of Kanazawa Castle Park, located in the heart of Kanazawa. He began his study because he wanted to show that it is possible to maintain a vibrant ecosystem in a small, isolated part of the city like this one. He hopes that his work will show that humans and nature can coexist in harmony. こういう目の種類もわからないような小さい虫が本当はこの辺の動物層のベースになってるわけですね。このお城っていうのは和紙の中にある森ですね。 それでこれが何でも昔からある程度こういう生物がたくの辛い大きい高って言ったら大和とつながる森があったわけですね。ここにありますけれどもね、これがお城ですね。でこの黒いのが森の線です。でこれが小田の大地ですけどね、小田の大地の両側にこの森の列が2つあったわけです。でこれをの当時続いてね、昔から大和の生物動植物の交流が あって、今でも部分的につながっているわけです。この奥にね、タヌキの巣があるんですよ。ここは毎年使ってはくれなくて、2、3年の使ってはまたやめて、また単純に使ってます。 変わってきた人たちです。小文鳥の仲間がかって、ここに6種類から7種類おったわけですね。1994年頃には3種類から4種類おったわけです。2006年頃にね、ほとんどいなくなって、その代わり別の種類が1種類ですね、圧倒的に増えてきたわけです。一見影響ないように見えるところでも、生物が人間の影響を受けている、人間以外にもっと広い意味での の地球環境の影響を受けるということが、いろんな側面で分かってくるから面白いと思ってます。ある時期からはね、人間というのは自然に対して大きい影響を持つようになって、今のように都会というふうに一見人間だけの場所のような形になってきたわけですけど、そういう中でもやはりいろんな意味でその年その年に あった暮らしがっていうのは残っているかと思うんですね。特に高度な歴史のある都市では地域の中での暮らしがっていうことが残っていると思いますし、生物も含めた地域の文化として続いているし、多少不便なところも残りますけれども、この数十年というものは便利で快適なことがいいことだというふうに進んできたけど、やはり便利で快適なことだけが人生の価値ではないと、もっと広い意味で人間の生き方とか人間の楽しみというものは単に効率のいいことの一つの大事な点というのは、そういう点で安定した気候で安定した人間の管理を行われているところだったら、非常に効率というのが何か大きな自然災害なり人間の災害なりがあった時には大きな大規模な被害になると。 そういう広い意味での危機管理と考えたら、いろんな生物やらあるってことは非常に大事なことだけど、この地域はね、半世紀時代は殿様から加賀藩からね指定された
何軒かのうちを中心にして、お城を治める紙を作っていたわけです。でそれから一般向きの紙を作る家もありました。ところが明治に入ってから、これが全国的ですけど、どん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 と機械で紙が作られるようになると、そこに手すきの紙というものが衰退していくわけです。で私は二俣で和紙を作っている斉藤博史です。この地域もだん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 と手すきの紙っていうのがなくなってきます。紙の組合は昭和20年からその10年間の間になくなってきました。新しい紙を作ろうと、新しい分野を開拓しようと言った人たちが、別々の人の真似じゃなしに自分の個性を持った紙をで言った人たちがと残ったのが三軒。Japanese style paper is made in a complicated process from the bark of the kozo or mitsumata trees.技を追求していくのもそうですし、構造三つ股の本質をそのまま表現できるっていう、千何百年前から日本の紙がね、そのまま現在も残っているという、そういう面を追求していった時には、これはやっぱり本物の和紙だと思います。何百年という持つ紙は薬品を使わず正直に、どこの紙すき場もいい紙を、新しい紙を、売れる紙を作る人はみんなですよ。だから仕事を続けていくためには、作ったものが売れなければならないし、またそれを売って、また次の原料を仕入れて、でいい紙を作って、またそれを使っていただいて、まあこういうので和紙が残っていくんじゃないかと。Just as Japanese paper is made with the local water of each region, sake is also made with local water, rice, and the help of microbes that live inside the barrels at each sake brewery. Fukumitsu ya に入りまして、まあ21年間酒造りをやってまして、当時をやっています。まあ、今年で6年目です。澤田茂です。酒造りの、まあ、一応簡単に言えば責任者なんですけども、お酒 の、まあ、仕込み配合から、まあ、どういう温度管理をするとか、まあ、作業について、まあ、全体細かいところまで指示を出しております。お酒の原料としてはお米と水がほとんど 100% に近い状態なんですけども、福光屋の味がずっと変わらない味という味わいというのは、やっぱり水がかなり影響してるんですよね。使っております仕込み水というのは百年水ということで、この地に湧いている水なんですけども、非常にミネラルが豊富で、他で水が変わって同じ味作れと言ってもなかなかちょっと難しいんじゃないかなというふうに思います。酒造りの微生物と言いますと、麹と酵母が酒造りに使ってるんですけども、微生物の力をコントロールしとるんでなしに、微生物の力を借りて
作ってるんで、麹と酵母というのがどういう状態で働きやすい条件にあるかということをいつも考えておりまして、酒造りをしているのは本当言うと微生物かもしれないです。福光屋の松井と申します。お酒に関する研究開発に携わっております。人間が最終的に五感を使って味を見てとか触ってとか匂いを嗅いで、じゃあそろそろ絞ろうかとか、そういう判断をするわけですけど、その判断をするためのサポートをするためのセンサー開発ということを心がけてやっております。もちろん微生物が主役で、そして杜氏さんを含めた蔵人さんが脇役であって、その微生物がどのように今してほしいのかを感じ取るためのセンサー開発と、そんなふうな位置づけで開発を進めています。とても簡単なものとしては温度センサーがありますね。でそれは例えば麹菌といったカビや酵母が今温めてほしいのか、むしろ温度を冷やしてほしいのかっていうのをキャッチすると。お米さっきいわゆる引き込みいう作業ありましたけど、そこで温度を合わせて入れるとほとんどそこで決まってしまうんです。あんまりそこで温度、あの温かいものとか冷たいものを入れるとこのグラフがガタガタになってしまっていい麹ができないので、あそこは非常に大事です。創業が1625年、寛永2年といいますから江戸の初期に創業ということを聞いておりますが、創業以来この場所にずっと300ですから85年になりますけども、この場所で酒を作り続けております。お米という原料を使って発酵という掛け算の中から生まれてくるものという意味では無限の可能性があるかなと、そんな感じを受けて開発に取り組んでおります。酒造りがですね、年間通して終わった時ですね、今年の酒造り作り終えたということで、まあ、蔵人全員でお祝いをするんですけども、その時のお酒が一番おいしいと思います。 Sake brewing starts as the winter arrives in full force and comes to an end when the spring returns to Kanazawa and the seasons repeat. It's a challenge to conserve, preserve cultural heritage and the natural environment and always keep the two linked, because the forces of the times are always pushing for something different. I think you have to give Kanazawa a lot of credit for their spirit, that constant spirit to try and preserve the traditional crafts that are made using natural materials from the surrounding environment. Kanazawa was designated as a UNESCO Creative City in June of 2009. These kind of designations are really wonderful for cities because it allows them to reaffirm their uniqueness and yet their universality with other cities in the world who have received similar designations. And at the same time, realize what it is important to preserve and build on in developing your city to the next stage. Link it with the cultural, the craft side, so that you have more integrative policies.
This is the story of Kanazawa's nature and its people. You might find Kanazawa to be an ordinary city, rich with nature and traditional crafts. But there are other cities that have already lost their culture based on the coexistence of nature and humankind. Kanazawa, however, is trying hard to face the challenge of maintaining humans' relationship with nature. That's because Kanazawa is proud of its beautiful and vibrant nature. The citizens of Kanazawa have taken care to nurture its nature and traditions. They have been listening to the voices of nature and treating it with affection. Don't lose your affection for the land. That alone will allow nature and the traditions of Kanazawa to continue to thrive. It is this affection that will make Kanazawa a special city like no other.